今、適応障害で悩んでる方は、今回紹介する3つの思い込みをしてしまっていることが原因かもしれません。今回は、その3つの思い込みと、どうしたらあなたがその思い込みを直すことができるのか、という解決策をお話しします。こんにちは、適応障害克服コーチの武です。いつもチャンネル登録、高評価、本当にありがとうございます。今回は、3つの思い込みをやめて、うつ、適応障害を直す、というテーマでお話ししたいと思います。タイトルを聞いて、思い込みなんてない。ちゃんと休んでるし、今回の動画は自分には関係ないなと思った方もいるかもしれません。でもそんなことはなくて、適応障害やうつ状態で悩む方は誰でもこの思い込みをしてしまっている可能性があります。そう、今この動画を見ているあなたも、僕自身も適応障害で悩んでいた頃は自己紹介のようにこの3つの思い込みをしてしまっていました。うつや適応障害で調子が悪い時は、誰もがこの思い込みをしていることが多く、気づかないうちに不適切な行動を繰り返してしまうことがあります。でもそもそも休職期間の過ごし方や考え方などは、病院の先生から詳しい説明などは受けないですよね。なので私たちがこのような思い込みをしてしまうのも仕方ないです。これは僕の実体験なんですけど、適応障害で悩んでいた頃、本当に不安や焦り、抑うつ状態が続いて、どうしたらいいかわからない毎日が続きました。でもこの思い込みについて正しく理解して解決方法を実践することで、僕は極端に悩む時間が減ったし、メンタルを安定させることができました。そして今でも偏った思い込みをしないように、もちろん意識していることで悩む時間を減らすことや意思決定をする際にも活用しています。この考え方を知らなかったらと思うと本当にゾッとします。この動画で話す内容は、ポジティブ思考になろうとか、こうやればできるよとかではなくて、全て僕の実体験である事実ベースでお話ししていこうと思います。今回は適応障害で毎日辛い気持ちでいた僕の考え方を変え、メンタルを安定させることに大きく影響を与えたこの思い込みをやめる方法についてお話ししたいと思います。今回の動画は、最初にうつや適応障害などのメンタル不調の時に陥りやすい3つの思い込みについてお話しした後に、どんな考え方を知ればその思い込みをやめることができるのか、また適応障害、うつを克服できるのかという解決策、そして最後にメッセージ、この流れでお話ししていきたいと思います。もしこの動画を見ているあなたが、適応障害をなんとなく克服するのではなく、根本から克服し、自信を持って人と接したい、不安な気持ちを少しでも軽減したい、自分を変えるための正しい知識を知りたい、そんな風に思っているのであれば、今回もとても貴重なお話をします。ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは、適応障害克服に向けて、科学的根拠のある克服法やメンタル改善、人生を豊かにする知見をできるだけ分かりやすく解説、人生の課題を乗り越え、一緒に自己実現や幸せを目指します。現状を変えたい、見逃したくないという方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録をしておいてくださいね。それでは本題です。3つの思い込みをやめて、うつ適応障害を治す。1つ目は、うつや適応障害は病気ではなく気持ちの問題だという思い込みです。まずはじめに、適応障害などの精神疾患はどうしても病気ではなく単なる気持ちの問題だと思われてしまいやすいことが挙げられます。いや、ちゃんとわかってるよと思った人ほど注意が必要です。これは周囲の方にも当てはまりますし、あなた自身も勘違いしている可能性は十分にあります。病院で先生から説明をされても、なんとなく理解はできるんだけど、休息や気の持ちようで乗り越えられるんじゃないかと思いやすいんです。これが1つ目の思い込みです。3つの思い込みをやめて、適応障害、うつを治す。2つ目は、うつや適応障害になったのは自分が弱いからだという思い込みです。適応障害やうつになると、自分を責めたり、自分を情けない存在だと感じてしまう症状があります。そのため、いつも通り頑張れない自分はダメなやつ、情けないやつだと責めてしまいます。そして調子が悪いのに、いつも通り、あるいはいつも以上に仕事や家事、運動、自己研鑽などこなそうと頑張ってしまいます。適応障害やうつで悩む方は、本当に責任感が強く努力家な方が多いです。おそらくあなたも努力家で、一生懸命仕事などに取り組んでこられた方だと思います。ただ適応障害を克服し、克服した後もあなた本来の力で長期的に活躍したいのであれば、自分を責めるのではなく、自分を受け入れる技術を身につけることの方が何倍も重要です。3つの思い込みをやめて、うつ適応障害を治す。3つ目は、休むことがダメなんじゃないかという思い込みです。適応障害などメンタル不調の時には、当たり前ですが強い不安が現れます。このように不安な状態が続く時は、体を休養させるような生活習慣に変えることや、休職期間に適した過ごし方をすることに強い不安感を抱かせます。たとえ頭では無理をしないで休んだ方がいいと分かっていても、これまでの過ごし方を変えることが不安で仕方なくて、頭の片隅で勉強しないといけないのかな、仕事をした方がいいのかな、
と考えてしまうことになりやすいんです。その結果、自分でも気づかないうちに心から休めていないという状況が多々現れます。それではどうすればこのような思い込みをやめることができるのでしょうか。そのためにはまず、うつや適応障害などの精神疾患は病気であって、決してあなたやあなたの気持ちの問題ではないということを理解しましょう。言葉では分かっていても、これを実際に理解することは難しいものです。そして体調を回復するためには、今は頑張らなくていい、頑張らないことが自分にとって最もいい行動なんだということを理解しましょう。適応障害を克服するには、正しい知識を身につける、今の自分を正しく受け入れる技術を身につける、そして効果的な行動を取り改善する、これらが克服への近道です。ただこうしたことはあなたが自分一人で行うのはとても難しいです。正しい知識とサポートが必要です。そしてあなたが安心できるように、正しい知識と行動ができるように支えるのが私たち心の専門家の役割です。メンタル不調の時には、自分でも気づかないうちに考え方や行動が偏るものです。これは僕もそうでしたし、どんな人にも当てはまることです。僕自身が同じ経験をして、その経験から正しい知識と行動を学んだからこそ、しっかりとサポートする自信があります。それでは冒頭でお伝えしたメッセージをお話しします。もしかしたら今日の話を聞いても、自分は正しく理解できてないのかな、将来大丈夫なのかなと疑問や不安な気持ちが拭えないかもしれません。でも大事なのはここからです。一番問題なのは、メンタル不調の時に陥りがちな思い込みをしていたことではなくて、それが良くない思い込みだとしても、まあなんとかなるかなと思って何も改善しないことです。残念なことに、多くの人は自分にある種の思い込みがあるということにすら気づいていない人がほとんどです。あなたがこうやって僕の動画を見て、ご自身を受け入れるきっかけになってくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。あとは今日から意識して実践するだけです。今すごく辛い状況だと思います。だけど大丈夫。あなたが辛いのは、今自分と向き合ってる証拠なんです。あなたはなんで自分よりも頑張っていないあの人が評価されるんだろうとか、なんで自分を周囲に溶け込めないんだろうと、自分を否定したくなるような、自分を嫌いになるような悔しい経験をしたことはありませんか？ちなみに僕はめちゃめちゃあるんですよね。でも大丈夫。自分のことを大嫌いな人間の方が、自分のことを大好きな人間よりも絶対に上に行けるから。心とかストレスへの向き合い方とかって、人生100年時代と言われる現代で生きることや自分本来の実力を発揮するために間違いなく重要なことなのに、学校や会社どこにも教えてくれる場所はないですよね。だからあなたが一生懸命であるがゆえに、時にくじけてしまうことがあっても仕方ないと思います。大丈夫です。あなたは自分を受け入れる技術やストレスへの向き合い方を今まで知らなかっただけなんです。人はできないことが一つ一つできるようになっていく生き物です。例えばメンタルが弱いことを改善したいと思うのであれば、メンタルを強くする知識や技術を身につける。不安な気持ちでどうしようもないのであれば、どうしたら不安を軽減できるのか、対処できるのか、その方法を学び、少しずつ実践すればいいんです。心の問題は背景が様々で複雑ですが、克服する方法はシンプルなものです。適応障害やうつの克服、自分を変えていく方法は、今の自分を受け入れる、効果的な行動をして改善する、これだけです。決して難しいことではありません。そして自分を受け入れる技術と効果的な行動が何かという知識は、専門家に頼ることも大切です。そういった知識はこれからもこのチャンネルで発信していきます。この動画を見ている時点で、あなたは自分に向き合っているし、絶対に変われます。一緒に乗り越えていきましょう。それでは今回のまとめに入る前にお知らせです。公式 LINE では友達登録者限定で、適応障害になり、どうしたらいいかわからない、ストレスや不安との正しい向き合い方、生かし方を知りたいという方に向けて、今だけ無料個別相談を行っています。また僕が適応障害をどのように克服したのか、その効果的な方法や適応障害解決講座を定期的に無料で配信しています。その他にも友達限定グループ相談会、私自身が培ったノウハウや科学的根拠のある知見を定期的に配信しています。適応障害はただ休めばいいというものでもありません。お一人お一人に克服方法が異なることから、その人に合った克服方法を実践することがとても大切です。相談することで克服への道筋が見えてきます。悩んでしまった時は、この人に相談してみたいという人に頼ることもとても大切です。このまま苦しい毎日を送るのはもったいないです。適応障害の解決ならお任せください。公式 LINE は概要欄から簡単にご登録できます。お待ちしてますね。それでは今回のまとめです。今回は3つの思い込みをやめて、うつ適応障害を治すというテーマでお話をしました。メンタル不調の時に陥りやすい思い込みは3つ。1つ目は、うつや適応障害は病気ではなく気持ちの問題だという思い込み。2つ目は、
うつや適応障害になったのは自分が弱いからだという思い込み。3つ目は、うつや適応障害になって何もできないことや習慣を変えることに不安を覚え、休むことがダメなんじゃないかという思い込み。それを解決するには、うつや適応障害はあなたのせいではなく病気なんだということをまず理解し、しっかり休養する。そして今の自分を正しく受け入れる技術を身につけて、効果的な行動をとり改善していくことです。今回も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございます。今回紹介した方法以外にも、適応障害の克服に焦点を当て、短期間でメンタルを改善できる方法や人生の課題を乗り越える役立つ知見をできるだけ分かりやすく配信しているので、そういった動画をこれからも見逃したくない人は、今のうちにチャンネル登録をして、その横のベルマークをクリックしておいてもらえればと思います。もしこの動画が少しでもためになったと思われた方は、コメント欄に感想やいいねを押してもらえると嬉しいです。コメントの感想には必ず返信しますので、ぜひお気軽にコメントしてみてください。今回の動画もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。